皆さん、こんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年4月17日、えープえー、日本プロ野球業界の皆、えー、さん、えーまあ、試合の結果を見ると、まあ、エンゼルスに少し長すぎ抑えの投手陣。 しっかりした人が少ないのかなという部分が懸念がちょっとあります。で、日本のピッチャーで、えー、髪の毛を染めたことがなくて、まあ、入れ墨なんか論外。 えー、首からネックレスとかね、えー、金属類じゃないものも、あの、なぜ首から何かぶら下げたらそれ全部ネックレスですから、あの、そういったもの一切つけたことのない実績のある、えー、中継ぎ抑えの人だけ、えー、エンゼルスの方にフリーエージェントの時、えー、行ってもらえますか。まあ、たいホールドで言うと、まあ、平均して30以上のホールド、あのー、まあ、毎年。 のまあ、例えば5年6年プレーしていて中継ぎとして、まあ、平均30以上のホールドをしているで抑えに関しては30以上の平均のセーブ数を上げていると。まあ、そういういレベルの人たちが えー、エンゼルスに行ってほしい。で、もし阪神タイガースの1、番、近本中野選手が、あのー、フリーエージェントの時が来たらね、またその時で状況変わってるかもしれませんので、また私の方も言ってること変わるかもしれません。まあ、エンゼルスの1、 一、二番として、えー、言ってもらえたらなと思います。まあ、あのー、その後ね、エンゼルスがワールドシリーズ優勝したら、その後どうするかって言ったら、日本人全員、ロッキーズ、<laughs> 実績ある人。<laughs> あのー、ロッキーズだけね、あの、優勝できてないっていうのが何かね、あのー、何かあるんだと思うんですよ。まあ、シルベサ・サローンさんがロッキーズという映画に出ていて、まあ、何か原因があるんでしょうけども、一つじゃないと思うんですよ、要因は、ね。 あのー、その辺のところをね、コンピューターが何か勘違いして、神がかり的な力を発生してるなっていうのは、大体で分かる。あんなに歴史が長いのに、一回も優勝したことないっていうのは、ちょっとそれはそれで何かありますよ。だから日本人、実績ある人間、全員ロッキーズ行って、本当にもちろん髪の毛染めたことのない人間で、しっかりした人ね。翔平とか、大谷翔平は、僕が高校生の頃から絶対髪の毛染めるなと。 で、タトゥーなんか論外であると。ネックレスみたいなあの首からのややこしいもの絶対つけるなと。あと、あとガムも噛んだら絶対ダメ。もうそれは今年の,あの開幕戦でしっかり0点に抑えてたけども、結局勝ち星つかなかったでしょ。ワールドベースボールクラシックでガムなんか噛んで試合出てたからですよ。もう大体要因大体すぐわかるから、本当に。僕はもうだいぶ前から、 えー、まあ、監査法人の会社があるでしょああいう監査の人たち、まぁ捜査をする人たちですね。ああいった人たちから、 君なら一緒に仕事ができるって、まあ、声かけてもらってるんですけども、まあ、あの人たちは、もう自分たちの身分、あの、代表取締役とか、総支配人とか省、商法で言った総支配人で、普通の会社法で言った代表取締役とか、そういうね、生にこだわってないんですよ。会社の登記簿見たら、社員って書いてるだけなんですよね。で、えー、代表格の人間が代表社員って書いてるんですよ。そんなもん、言葉遊びしやがってっていうね <laughs>。わかりますあの、登記簿とかの、あのー、 法律の世界もどうでもいいような用語をいっぱい増やしてるの。本当に誰。誰か正さなあかん。本当に。シンプル化しなかったら IT 化進みすぎていて、しなきゃなんないことが多すぎてしまってるんですよ。余計に複雑になってる。それはもうそうしたら僕が今行ってる裁判、えー、令和5年は第1 まカッコは抜けてましたけども、カッコはで、第485神戸地裁の民事の内容を見ていただいたらわかるかと思います。追加のね、あのそううい書類は、あのまた後日上げていきます。えー、明日あたりにね、書類を持っていこう かなとは思ってるんです今のところある程度の書類は出来上がっていて、スポーツ界の方はね、まだ全然あの大した量が揃ってなくて、会社の登記も買ったりとかね、い、ま、ろ、あ、んなことしなきゃならないんですけど、まあとにかく、えー、そういうわけです。あと、ここ近日の載せたプロ野球界へのメッセージとかね、あの辺のところも他のスポーツ業界に教えてあげてください。結局、えー、そういうことです。こっちも本気で進んでね。 あのー、みんな協力してくれないんだったらそろそろの対応でこちらも裁判所で対応させてもらいますんで皆さんご、はい、協力のほどよろしくお願いしますそれではこの辺で終わります